ヨハネの書、第17章これらのことを語り終えると、イエスは、天を見上げて言われた。父よ時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは、子に賜ったすべての者のに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を、子にお与えになったのですから。 永遠の命とは、唯一の、誠の神でいます。あなたと、また、あなたが使わされた、イエス・キリストとを知ることであります。私は、私に、させるためにお授けになった、技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父を、世が作られる前に、私が御蕎麦で持っていた栄光で、今、見前に、私を、輝かせてください。私は、あなたが世から選んで、 私に賜った人々に皆を表しました。彼らはあなたのものでありましたが私にくださいました。そして彼らはあなたの言葉を守りました。今彼らは私に賜ったものはすべてあなたから出たものであることを知りました。なぜなら私はあなたからいただいた言葉を彼らに与え、そして彼らはそれを受け私が あなたから出たものであることを本当に知り、またあなたが私を使わされたことを信じるに至ったからです。私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためにではなくあなたが私に賜った者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。 そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。 私が彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた皆によって彼らを守り、また保護して参りました。彼らのうち誰も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成就するためでした。今、私は身元に参ります。そして、世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。 私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。 あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。また彼らが真理によって性別されるように彼らのため私自身を性別いたします。私は彼らのためばかりではなく彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。 父を、それは、あなたが、私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが、一つとなるためであります。すなわち、彼らをも、私たちのうちにおらせるためであり、それによって、あなたが、私を、お使わしになったことを、世が信じるようになるためであります。私は、あなたからいただいた栄光を、彼らにも与えました。 それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。私が彼らによりあなたが私にいますのは彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父をあなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。 天地が作らられる前から私を愛しててくださって私に賜った栄光を彼らに見させてください。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし、私はあなたを知り、また、彼らもあなたが私をお使わしになったことを知っています。そして、私は彼らに似顔を知らせました。また、これからも知らせましょう。 それは、あなたが私を愛してくださった、その愛が彼らのうちにあり、また、私も彼らのうちにおるためであります。